あとはあの例 の, あのピンクのあ の, あ の, あ の, あの少女時代って言ったらちょっと少女時代、これ少女時代っていうかスリー少女時代っていうスリー時代あと幼女幼やつとかっていうのが一応カテゴリーかね。カーボンで出て、ね、軽く少年時代そう忘れんじゃん派手な感じがいいと思いますよ。派手とかそういったものにもよく使えるっていうですね。これでもニジマスも釣れるんですか。ニジマスとかも釣れますし、派手とかこのカルテなんかも。あと一応始まりました。え、今日、うん、今日ほー、見に行かないでしょ。あ、おはよう、うん、あ、それか、準備手伝いに行くって言ったの。あ、わかんない。あれけど、さっきの話で水戸南の管理地理があるって言ってた。 ありましたね、あの、ちょっと水戸南のインターのすぐ近くにできまして、まあ、これからね、ちょっとあの時期的にもね、一番いいと思いますね、うん、マスとかブラックバスとかいろんなのが入ってますから、これから一番楽しめる釣りだと思いますよね、管理地理。管理地理も最初1回、2回やれば、まあ、多分、うんうん、結構覚えちゃいますよ、やってればね、うん、大体延長そう